どうも、スケコムです。チャンネル登録、よろしくお願いします。私はゲーミング PC が大好きで今まで何十台とレビューさせてもらってるんですけど、基本的にメーカーさんからサンプルをお借りすることが多いんですね。でもね、今回は違います。自分で買いました。パソコン工房が販売している RGB ビルドというゲーミング PC で、プロゲーミングチームのゼータディビジョンとのコラボモデルです。主なパーツ構成はこんな感じ。価格は送料と消費税込みで 217,178円でした。私が買った時は期間限定の5000円オフクーポンが使えたので、今はちょっぴり高くなってると思います。最新情報は公式サイトを見てくださいね。いやー、ゴリゴリに光ってますよね。まあ RGB ビルドなんて名乗っちゃってますからね。CPU クーラーも 120mm の RGB ファンが2つ付いてますし、ケースファンも前後で3つ、ブラボはクロート指向の白いやつが搭載されていて、ブラボを支えるステーも RGB 対応のやつです。これは電源が光ってるように見えるかもしれませんが、LED テープが貼り付けてあります。今はこれゼータディビジョンのイメージカラーに合わせて設定してるんですが、ASUS のアーマリークレートという制御ソフトをインストールすることで自分の好きなようにカスタマイズができます。例えばこんな感じで、他のコラボモデルも公式サイトを参考に再現してみました。いやさ、DP エンタープライズとコラボするなら早く発表してほしかったよね。ゼータディビジョンのコラボモデルと同じタイミングで発表されてたら、間違いなくこっち買ってましたよね。パソコン工房のゲーミング PC を今回初めて買ってみて、失敗した点やイラッとした点もあるんですけど、長くなるのでそれは別の動画にまとめます。この動画では人気ゲームでどれくらいフレームレートを出せるのか、についてご紹介しますね。先に結論をお伝えしておくと、Core i7 と RTX 3060 の組み合わせならこれくらいですよねって感じの性能です。まずはフル HD 解像度でフォートナイトをプレイ。最高画質と低画質、それぞれの平均フレームレートはこんな感じ。低画質のレンダリングモードは DirectX11 で、3D 解像度だけ 100% に設定して試した結果です。戦闘中じゃなければ300を超えることも多くて、240Hz のゲーミングモニターを使用しているなら十分すぎる性能ですね。レンダリングモードをパフォーマンスに変えてみると、平均フレームレートは350を超えます。DirectX11 の低画質で十分快適ですけど、ちょっとでもフレームレートを上げたい方とか、240で完璧に固定したい方はパフォーマンスモードを使った方がいいかもしれませんね。Apex Legends も最高画質と低画質、それぞれ試してみた結果がこちら。フォートナイトほどはフレームレートが伸びず、画質を落としても平均200には届きませんでした。私みたいなカジュアルゲーマーは144以上で安定していれば十分快適に感じますけど、プレデターランクを目指すようなガチ勢の方にとってはちょっと物足りないかも。タルコフはグラフィックが重いですが、今回の検証では最高画質で80くらいのフレームレートでした。このゲーム、マップでフレームレートがかなり変動しますよね。がっつりやり込むなら多少画質を落とした方がいいと思います。バロラントはめちゃめちゃグラフィックが軽いですが、最高画質で平均フレームレートは200にちょっと届かず、240前後で安定させたいなら、少し画質を落とした方が良さそうです。レインボー6シージも軽いですよね。最高画質で300近くまでフレームレートが伸びました。ここからはレイトレーシングに対応したゲームのフレームレートをチェックした結果をご紹介します。コールオブデューティーはレイトレーシングがオンの状態で70前後、オフにすると120くらいまで伸びました。レイとレオンでも一応それなりに動かせるといった感じです。マルチプレイをがっつりやり込むなら、多少画質を落とした方が良さそう。バイオハザードビレッジもレイとレオンで70前後、オフにすると110くらいでした。シングルプレイのゲームですからね、60以上で安定していれば問題ありません。グラフィックがバキバキに重たいウォッチドッグスレギオンはレイとレオンだと50を下回ります。一応40以上出ていれば、そんなにカクつきは感じません。サイバーパンクも同じようにレイとレオンではフレームレートが落ちます。他の動画でも何度か言ってますけど、サイバーパンクみたいにグラフィックの重いゲームをレイとレオンの最高画質でヌルヌル動かすには、RTX 3060はちょっとパワー不足です。レ
イトレなんて見た目がちょっと変わるだけだし、大して興味ねえよ。という方なら RTX3060 で満足できると思います。続いて VR ヘッドマウントディスプレイの Oculus Quest 2をつないで、VR ゲームを快適に動かせるか試してみました。グラフィックが重たいハーフライフアリックスは最高画質でもフレームレートが72からほとんど落ちることなくプレイできました。画面によってはちょっと落ち込むかもしれませんけどね、おおむね快適です。ビートセイバーはグラフィックが軽いので、最高設定で何の問題もなくサクサクです。ゲームによって多少画質の調整が必要になるかもですが、VR ゲームも快適に遊べます。ここからは Twitch で動画配信を試した結果をご紹介します。配信ソフトは無料で使える OBS を使用しました。Apex Legends を 1080p、60fps の設定で配信と録画を試したところ、ゲームは普通に動かせてたんですが、録画データを確認したらちょっとカクカクしてるんですよね。多分ですけど、ブラボのエンコードが追いついてなくて、配信動画のフレームレートがちょこちょこ落ちてたんだと思います。OBS の出力解像度を 1080p から 720p に落としてみたところ、カクつきはほとんどなくなりました。有名ストリーマーでもなければ 1080p で視聴されることって多分そんなに多くないので、720p でも特に問題はないと思います。1080p での配信にこだわるなら、もうちょっと強いブラボを乗せたいですね。参考までにフェイスリグを使用してアバターを表示させながら配信を試してみました。これもね、配信は普通にできましたけど、1080p だとやっぱりカクカクしてます。アバターを表示するソフトによって PC の負荷は変わるので、VTuber としてがっつり活動していくならメモリは 32GB 積んでおいた方がいいかもしれません。ということで今回はパソコン工房のゲーミング PC でいろいろ遊んでみました。サイバーパンクみたいなゴリゴリに重いゲームをレイトレオンで動かすのはちょっとしんどいですけど、フォートナイトとか Apex みたいなゲームをフル HD で動かすなら十分じゃないですか？まあ本音をぶっちゃけちゃうと、このゲーミング PC、コスパという点ではあまり良くないです。というのもね、ほぼ同スペックで光らないモデルも販売されてるんですけど、3万円くらい差があるんですよ。中身が見えるアクリルパネルや光るパーツが追加されているというのもありますが、取り付け工賃が結構かさんでそう。ライティングパーツって組み込むのめっちゃ面倒くさいですからね。実際、注文してから届くまで3週間くらいかかりましたから、多少高くなるのは仕方ありません。でもね、パソコン工房みたいな大手 BTO メーカーで、こんなにたくさんのライティングパーツを標準搭載したモデルって結構珍しいと思うんですよ。かっこよく光るパソコンが欲しいけど、自分で改造するスキルはないし、よく知らないメーカーから買うのもちょっと怖い。という方にとってはめちゃめちゃ魅力的なモデルだと思います。パソコン工房はアフターサポートも24時間365日対応ですから、その辺は大手メーカーの安心感がありますよね。光らなくていいから、とにかく1円でも安くゲーミング PC を買いたい。みたいな方は、通常モデルを買った方がいいですよ。見た目のかっこ良さにもこだわってゲーミング PC を選びたい方は、パソコン工房の RGB ビルドモデルをチェックしてみてはいかがでしょうか。ブログにもベンチマーク結果などを詳しくまとめているので、合わせてご覧いただくとよりわかりやすいです。概要欄に URL があります。では今回の動画はこれで以上です。ちょっとでも参考になったらチャンネル登録、高評価をお願いします。気になることがあれば、お気軽にコメントをどうぞ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。